皆さん、こんにちは。バンコク在住、ワンルームマンション大家、万歳大家のチャンネルをご視聴ありがとうございます。今日の動画は、規制強化で、お店の類は、どこも閑散としているのに、行ってみると意外に盛況で、少し安心した、保育園市場と、その近辺の露店の様子です。自宅を出れば、その時から海外旅行。こんにちは。万歳大家です。今回は、住まいからはそう遠くはないのですが、あまり馴染みのない、保育園、プラチャーソン黒通り周辺の、保育園市場と、その周辺の、露店の様子を見てきました。プラチャーソン黒通りは、バンコクの道路に掲げられている。行き先表示に名前が出てくる通りで、ラマ旧姓通りから、保育園を経て、ラチャダーピセーク通りをつなげています。その中で、保育園市場周辺は、庶民的で、一番人出の多い場所で、バスもたくさん走っています。この辺りは、ナイトマーケットでも有名な場所で、夜はたくさんの屋台や、衣料品の露店が並びます。昼もこんな感じで、露店が並ぶ場所がありますが、この辺りは、果物屋さんが多かったです。ちなみに、プラチャーソンクロというタイ語は、公正という意味で、生活を健康で豊かなものにするということです。なるほど。そういったわけなので、市場があったり、お店がたくさんあるのですね。と万歳大家は、勝手に、納得してしまうのでした。この辺りから、タイ料理を売っているお店がありました。なんとなく、お店の居場所が分かれているようです。ここに来た目的の一つである、美味しそうな、お昼ご飯を探しました。นี่อะไรเท้าหูเป็นไก่ซีอิ๊วจ้ะไก่ครับสามอย่างได้ไหมเท่าไหร่ส้มตำนะเท่าไหร่ลูกผัวได้นอนอยู่ในห้องอ่ะอยากไปกินข้าวเลย40จ้ะ40初めて保育園で買った、おかずのせご飯。顔芸は、グリーンカレーに血の塊や、ふやけた鶏の足の指が入っていて、少しグロテスクでしたが、とっても美味しくいただきました。ほとんど辛みもなく、食べやすいのも良かったです。ステンレスカップは、屋台の雰囲気が出て、いい感じでしたが、飲み物に金属の匂いが移ってしまい、残念でした。しばらく使うなどをして、匂いを消さなくてはいけません。それも含めて、今回の動画は、大庶民の日常を感じることのできる、いい機会になりました。今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ。